こんにちは、えー、平田フットボールクラブでございますさあ、えー、この時間はですね、J2 の第12節、三、えー、連戦の真ん中ですね、えー、2戦目の、えー、終わっておりますので、結果の方ちょっと見てみたいなと思っておりますこの事務所に来て喋り出したの、最短じゃないですか、今日最短で分ぐらいで出 <laughs> <笑><笑>さあそれでは、えー、そうもうパッパッとこうやるのが仕事をねちゃちゃっとやるということが大事ですからねさあそれでは、えー、早速いきましょうよいスタート <noise> さあそれでは、えー、一覧ご覧くださいどうぞ <noise> ということで5月の5日に、えー、11試合行われておりますがまあ順位の、えー、近い、えー、チーム同士の戦いも結構多かったかなという、えー、第12節,12節ですけども上から見ていきたいと思います、えー、一番上が、えー、山形甲府こちらは2対2 え引き分けに終わっております。うん前半ちょっとこう山形ペースというか、なんか後方なんかちょっとまあ連戦の疲れなのかこうシステムがうまく噛み合わないのか、ちょっとこう調子がえ出ないかなというようなえーゲームでして、山形の藤田伊吹選手がえ2試合連続ゴールということでえ山形が先制します。後、え、方、ー、は後半になってまあ5多分532のような352532のような形になって で、えー、甲府がまた泉沢選手がもうあの分かってます分かってますけど取れないです見事でしたね一人かわしてクロスで、えー、ヘディングシュートは、えー、ウィリアン・リラー選手がゴールを決めてその後泉沢選手が決めました、えー、1対2で進んでいくという中で、えー、山形の方は、えー、終盤ですね 栗山選手を前線に入れるという形を持ってきてアディショナルタイム90プラス6分ですねコーナーキックからその栗山選手がゴールを劇的にゴールを決めまして2対2の引き分けということで終わっています。大宮新新潟潟こちらは2対3新潟が勝利しししてて開幕まだ12戦負けなしそして 3連勝ということになっております、えー、大宮の方は、えー、前線ですね ツーまあ2トップちょっとこう入れ替えので,でしたけども菊池選手が途中交代で中野選手が途中交代で入ってくるえまず新潟が早川選手がスタメンで早川選手決めるで途中交代の中野選手が決めて1対1でハスキッチ選手が後半決めて2対1になってあのハスキッチ選手に出したあの小島選手のスルーパスも見事でしたね本当にいい選手ですね。というところでしたが。 えーまあ、高校息子ですね、えー、本間紫耀選手、本当にキれ出てきましたね、見事にも持った瞬間に何か起こるんじゃないかなという、えー、雰囲気がもう、ここ最近、バンバンに出ておりますけれども、えー、本間選手が決めました、そして星選手が逆転ゴール決めて、えー、2対3。 保守選手もしっかりと仕事をするなという感じで新潟が勝利して大宮の方はこれで七戦勝利がないということになっています金沢・水戸二対三水戸が勝利しました試合後出ましたね This is football! 出ました秋葉監督の This is football 出ましたけどもちょっと水戸の方は最初5-3最初5四一かな というようよな形で入ってます結構ねなんかこううまくいってない形で結構試合前半でいろいろ動かしてるような感じに見えて30分過ぎに、えー、やっと5 3 2のような形でちょっと落ち着いてまあ1対1で後半に入っていくわけですねで後半は、えー、金沢ニュアシ羽志門選手が決めて2対1になっていくわけですけどもやっぱ水戸の方はやっぱこの。 選手交代が非常にううしたなとこうどん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 パワーアップしていく形で、えー、中山雅人選手が決めましたそして最後は奥田光也選手がアディショナルタイムに決めて、えー、2対3ということで。 本当に、えー、This is football 出たな、えー、水戸の方は、えー、大崎孝志選手という3番の左サイドに大阪体育大学から今シーズン加入しました選手が、えー、途中交代で入りましたけどもその選手も非常にこう機能していたかなという感じがいたしました、えー、水戸が勝利しておりますこれで、ね、2連勝ですね岡山町田これは1対2、えー、町田が勝利して、えー、町田の方も2連勝と では、平戸選手が決めました、そして岡山の方は、えー、川本里夫選手、清水エスパルスから期限付き中ですけれども、たぶん岡山のゲームを見,見てる方は、川本選手で絶対ああいうゴールをそのうち決めるだろうなと思ってたと思うんですが、えー、豪快なゴールを決めまして、1対1になりましたが。 えー、長谷川アリアジャスール選手、本当に見事な反応でしたけれども、一対二でマチダが勝利しております。だからマチダはこれで五試合で四勝いっぱということですもんね、えー。さあ、そして山口千葉、こちらは零対一で、えー、千葉が勝利しております。えー、スタメン起用になりました船山選手がゴール決めて千葉が勝利してます。えー、山口ポジション六十三パーセント、千葉が三十七パーセント。でもこれで千葉が勝つ。山口はボールを持てたというところ。千葉もう腰 しっかり守りながらこう攻撃力を見せるというだからなんかどちらもこう持ち味が出たかなという感じはいたしますがえ千葉が0対1で勝利しております。愛媛岩田こちらは0対0と というこで終わっておりますがピッチに結構、水がねかなり浮くというような厳しいコンディションの中ではありましたがゲームの方は0対0愛媛の方は遠山庄司選手ですガンバ大阪から期限付き移籍中の遠山庄司選手がスタメン起用されましたそしてジビロ磐田の方は遠藤康仁選手がベンチ入り出場はありませんでしたけどもベンチ入りしてましたがゲームの方は0対0で終わっております。 さあ、えー、長崎・秋田こちら1対2、えー、秋田が勝利しております。 え長崎の方はまだ松田博志監督はまあ多分次の試合からというようなお話をちょっと聞いておりますがえ佐藤和樹コーチがえー指揮を取るという中でエジガルジュニョ選手がバーンの選手も点取りますねエジガルジュニョ選手が見事に決めてあ長崎は行くかなと思いましたけどもえ秋田やっぱりこう本当にこうみんなでえこう頑張って戦うという姿を見せましたねここでも本当にこう気持ちの見える戦いと言いますかえ竹林選手 選手がボレーーシュート決めますそして谷岡健志郎選手がゴールを決めますということで1対2で逆転勝利ゲームが終わった瞬間のあの秋田の選手の雄たけび喜びの雄たけびが本当にこのえ勝利の喜びというのをえ感じさせるかなというなんかこう秋田というのはやっぱちょっそういう心に訴えるえ戦いを見せるなという感じがいたしました。 東京ベルディ対ザス草津群馬対、えー東京ベルディがこれでりりの勝利とということになっております群馬の1点目、見事でしたけどね、本当にこうドリブルからこう持っていってあの、大前選手と田中選手の動きがうまくこう見事にリンクして、大前選手が引っ張って、そこで田中選手がフリーになって、ボールを受けてゴールを決めるといういい動きでしたけども。 えー、ベルディはまあ前半のうち、ちょっと群馬の,ものミスから、えー、佐藤遼河選手が決めましたで、えー、ベルディは結構、後半になると、本当にこう、様相一変というか、すごく良くなるゲームが多いかなという感じがします、そして、えー、山下選手がゴールを決めます、また佐藤遼河選手がこのゲームでは2点目を決めて、えー、東京・ベルディが勝利するということになっております、ザスパー、草津の方はこれで、えー、3連敗ということになっております。 松松本相模原2対1松本対が勝勝利しててここれで3連とということになっておりますえまあオンゴールで先制してその後坂野選手がようやく今シーズン初ゴールやっぱこの選手の昨シーズンも非常にいい働きを見せておりましたけども今シーズン初ゴールで2対0えまあ最後にえ和田選手が決めて2対1ということになりましたがえ松本が3連勝そして相模原の方は2連敗ということになっております。 さあ、栃木シ、えート、ギラバンツ北九州、こちらは1対2でギラバンツ北九州が勝利してます。えー、ギラバンツ北九州の方は、えー、新型コロナウイルス陽性の判定1名、そして濃厚接触者4名という中で、 結構メンバーを変えざるを得ない状況でのゲームでした、えー。栃木がまあちょっとファールかなという感じもしましたけども、その中から、えー、矢野騎翔選手が、えー、まあゴールを決めますというところで、あ、結構北九州厳しいかなというような感じは見てましたが、 えまあメンバー変えますえ出場試合数の少ない選手も結構出てますという中でえセンターバックですねハーフタイムには本村選手えサイドバックのイメージがありますけど本村選手をえセンターバックに持っていくこれでちょっと落ち着いたかなという感じがしたのとまあ栃木も連戦もあっていつもよりもプレスの激しさはちょっとまあいつもよりはおとなしめかなという感じの中で。 えー、高橋大吾選手、ボランチに入ってました高橋大吾選手が、まあ、見事なフリーキックでしたけどね、本当に、えー、あれを決めて1対1になります、これ1対1でも北九州、見事な戦いかなと僕は勝手に思っていましたが、さあ、アディショナルタイム、えー、これも交代出場であます、えー、永田選手から交代出場で入りました、小野沢選手に左サイド、ボールが出ます、小野沢選手がクロス入れます、えー、富山選手、あのシュート、すごかったですよ。 ニアでワントラップして反転シュート見事に決まってあのこう北九州のサポーターのところにこう選手がみんなで走っていって喜びを分かっちゃうというなんかまあ北九州、まあ、昨シーズンは非常にまあ技術の高い選手もいましたし、えー、本当にこう。 プレッシングも激しくてそのまま攻撃に持っていくようなえ見てて楽しいえ北九州え昨シーズンはそういう楽しみ方っていうのはあったかなと思いますけどえ今シーズンのギラバンツ北九州といいますと本当にこうアディショナルタイムそうそうこの富山選手もアディショナルタイムでしたからねえよいしょあの本当に昨シーズンの,そのまゲームの面白さその北九州の楽しさもありますけど あの若い選手がなんとか頑張ってえ勝利に持ち込もうという姿そこがねなんかすごいドラマチックですし今シーズンの北九州のそこ楽しみ方の一つでもあるかなという感じでえ本当にあの北九州にとってはすっごく大きな勝利になったかなと。 1>, え1対2で北九州が勝利しております。さあ、そしてラスト、えー、上位対決結構注目だったと思いますが、FC 琉球対京都産んが FC、えー、ゲームの方は0対0、まあご存知の方も多いと思いますけども、0対0で終わっておりますが、 え0対0どちらもゴールはなかったんですけど非常に好ゲームでした、これでまあ終わって FC 琉球は3戦負けなしそして京都は6連勝ありましたけど6連勝でストップでこれで7戦負けなしということになりましたが非常に面白いゲームになりました。 まあいろんなまあ要素がありますが、メンバーもほぼベストというようなえ形で臨んだというのもありますし、どちらも非常に持ち味が出たかなという感じもします。京都、立ち上がりはちょっとこう琉球がロングボールをつな、えー、使いながらというところがありましたが、徐々に京都がペースをつかんでゴール前に迫っていく。ゴール前には迫りますけど、FC 琉球の選手がまた体を張って、 シュートブロックするというようなシーンが多くてあの0対0を狙うようなゲームじゃなくて、えー、多分1点どちらかに入ったらゲームガタガタガタッとこう動き出すようなそんなこう本当にこの微妙なバランスというか。 えー、そういうのが面白くて、えー、非常に0対 0, でも非常0対0でも非常にスリリングな、えー、緊迫感のあるゲームだったかなという、えー、そんな印象で終わりましたけども、えー、まず京都さんが FC ですけどもやっぱこのゲームでもアンカーに入りました川崎選手の。 良、えー、さがこのゲーム多分あのー、あまり京都のゲームを見てないという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども、えー、このゲームを見れば川崎選手がいかに素晴らしい選手かというのが分かる、えー、ゲームだったと思います、えー、まあ、もちろんそつなぎの中でもそうですけど相手ボールを奪ってそのまま攻撃に持っていく あの川崎選手の素晴らしさがこのゲームでは存分に出たかなという感じもいたしましたし FC 琉球では中盤のえこのゲームでは左サイドに清水慎太郎選手が入りましたけどこの選手が入るということの意味がえこのゲームでは存分に出てるかなともちろん右サイドからのクロスに飛,ぶ飛び込んでいく清水慎太郎選手の良さもあるんですけどこの選手が少し落ちてきてボールを引き出す時の タイミングの素晴らしさ見事ですね本当にいいタイミングでボールを受けに来て少し起点を作るというような動きは見事だったかなという感じがしましただからその組織の良さもそうですし個人の良さも多く出て0対0ということでゴールはありませんでしたが上位対決にはふさわしいゲームになったかなと。 いうところの、えー、なかなかねゲームが多くて見る時間もないという方も多いかもしれませんけどもこの FC 琉球と京都さんがもし時間のある方は、えー、見ていただきたいなと思うゲームになりましたさあそれでは、えー、順位表の方をご覧いただきたいと思いますということでアルビレックス新潟、えー、依然、えー、負けなしが続くということになっております。えー、上位は、まあ、そうですね琉球京都岩田 この3チームが引き分けに終わって町田が勝利ということになってまあこういう順位になっておるわけですけどもえミト・ホーリー・ホックが勝利してこれでまだ引き分けはありませんが6勝0分け6敗ということで勝敗を五分に持っていったそして8位の秋田これも本当に健闘かなという感じがいたします J23 連戦の真ん中第12節え振り返ってみました失礼いたします 皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。